この人と行っときゃ好きみたいな自分の中での選択みたいな話にしかなりようがないんじゃないのかなっていうのがなんかずっと考えたところなんですよね。確かにそれ聞いて今思い出したのが、僕このアーキテクチャの生態系って本の中でなぜか恋空っていうあの数年前にバカ売れした携帯小説の分析をしていて、まあこれなんてまさにてか本当にしょっちゅうメールとかばっかしてて、どこが恋愛小説なんだよって感じなんですけど、まあネタバレになっちゃいますけど、まあ別にネタバレになっても誰も困らないと思いますけど、恋空なんて読まないから結局最後死ぬんです。最後というか途中でも死んじゃって、まあ途中じゃない、まあ最後。だから結局もうコミュニケーションできない状況になるときに初めてまあ愛の状態が生まれるっていう、まあ非常にシンプルで分かりやすい構造になってるんですよ。で、携帯小説ってどれもこれも似たような話だって言われてるんですけど、今の北野さんのお話を逆転させれば、今の状況で恋愛小説でやろうと思ったら、明らかにパターンなんてもう、そのまさに携帯一発で出てきちゃったから、少なくとも物語として描ける恋愛ってものはほとんどなくなってしまっていて、まあともそれは桜井さんなんかも、まあ恋愛に限らなくても結構、逆にでも桜井さんはむしろ情報化ツールが出てきたことを前提にいかにサイエンスフィクションを作るかってことを考えられていると思うので、いや携帯出てきたくらいじゃ困んないぞって感じだと思うんですけど、どうですかその辺は。いや、あのドラマ作りに携帯ってのはいつもその実写の世界でもそうですけど、プロデューサーとか監督とか話すときにもう携帯が出てきてからドラマの作り方がもう激変したんですよね。でこれをやった時になぜ書けないのかっていうそのことがどうしても出てくる。でなの で僕も広角機動隊っていうみんなが電脳通信でつながっていて、その思ったことが瞬時に相手にこう携帯よりもさらに簡単に相手にこうパッと意識として飛ばせるっていうような世界観の作品なのでを作ってたので、そうするとそのなおさらですね、なぜここで分からなかったのかみたいなことがあってですね、その犯罪を構築するのが大変なんですね。犯罪にならないんですよ、全部バレちゃって。 であと犯罪ができたとしても、その僕が書いてたみたいな公安休暇っていう特殊なね、公安の特殊部隊が出てくるほどの事件がなぜ彼らが出てくるまで明るみにならずに、かつ明るみになった時にどういうふうに事件として成立するかみたいなのって、もう本当にその事件一つ一つ作るのが大変だったんで、その平野さんのご苦労とかね、それすごく分かる感じがしますけどね。平野さん今回は携帯も出てくるし YouTube も出てきて、その YouTube のコンテンツが関係性を作ってったりしますか、これはもう意識して。そうですね、まあまあ、もう踏まえて書かざるを書くしかないっていうのがあって、あのドーン書いた時には、まあ、もっとメディアによった作品だったんですけど、一番困ったのはあの主人公が部屋から一歩も出なくても済む話が多いんですよ。あのもうなんかスカイプみたいなのも、まあ、ドーンって2036年ぐらいなんですけど、まあ、もっとスカイプみたいなのも精度も上がってて、で、まあ、データのやり取りで済む話が増えてしまうと、ずっと主人公が家にいる話になって、なんかとにかく物が動いててそれを取りに行くとか、なんかそういうものがないと話が進まないんですよ。だけどこれ本当なんかあの会いたいから会えない男女がなんとかかんとか一生懸命するって、やっぱりそこでこう走ったりあの電車乗ったりするから場面が動くんですけど、電話とかメールで済むようになったらいつも同じ部屋の話になっちゃうんですよね。だから実際ドラマ作るときにそういうところ難しいなと思っていて、あのそこは今後なんか苦労するところだと思います。それでそのまたさっきの恋空の話で申し訳ないんですけど、結局確かに携帯が出てくると時間と場所もパンって一発で超越しちゃうから、全然そのドラマ剣っていうか、まあ、いわゆる走れ目の素敵なさあ出してたみたいな思いが生まれないので、さあ困ったになると。でやっぱりこの恋空がある意味僕すごいな、まあ、文章はそれ下手ですよ、ひどいですけど、ある意味ドラマ剣作れてるなと思ったのは、メールのこのやり取りのスピードとかでその距離の世界を作ってるからなんですよね。つまりなんかこういうメール送ったのにやつから返ってこないとか逐一書いてあるんですよ。なんかでそのなんか行間だけで、あ今こいつとこのなんだっけ名前ちょっとヒロか、ヒロってやつがなんか遠いなとか近いなとか、この友達遠いな近いなとかいう、そのだそれはでも携帯よくやっててそういうメールのその返信速度とかを分かってる人じゃないと読み取れないんですけど、そこの空間感覚で実際この小説では僕も分析しましたけど、携帯メールもらったらそこをダッシュするシーンとかあって、逆にむしろ携帯でもらうから今すぐダッシュしなきゃとかになってるんですよ。逆にまだちょっと面白いっていうか、逆にその確かに空間移動的な恋愛っていうのは今時間空間移動の恋愛なくなってるように見えるかもしれないけれども、ネットワーク空間上で今そういうことをみんな知覚してるっていうのはあると思いますね。あのなんか僕も実はあの恋空って分析してました、ね、大の男2人なんですけど、あの恋空面白かったのは、まあそれはそれこそなんか文章下手とかいろいろ言われたけど、あの結局まあこれあの桜井さんの話にも通じるんですけど、あの
メディアが伝えられる相手の身体情報っていうのに限界がきれいにレイヤーになってるんですよ。で、あの2人の距離感が一番ゼロになるのはこう対面コミュニケーションで、まあ、セックスしてこう五感が全部満たされる、味覚はちょっとあれですけど、まあ、嗅覚とか視覚とか全部満たされる。でちょっと遠ざかった時には電話になって肉声っていうあの聴覚情報だけが伝わるものになるんですよね。そこからもう一歩遠ざかると今度メールって言って相手の身体情報はなくても記号だけのコミュニケーションになるんですよ。でそれからもう一歩遠ざかると音信不通で、今度音信不通からまた関係が復活する時にはメールから始まるんですよ。でその身体情報をどれぐらいやり取りできるかっていうレイヤーをものすごく規則正しく往復し続けるんですよね。それで結局でもね、その中で最後に2人が愛し合ってるっていう実感できるのは必ずいつもセックスなんですよ。で、メディアの再現性っていうのをあんまりこう信用してなくて、最後はやっぱり会って体を交え合わないと恋愛じゃないっていう感じがあって、でそこがその桜井さんの話最初面白かったのは、結局恋愛がこれだけメディアが進歩してきて、まあ初音ミクみたいなのもいいじゃないかっていう考えがある一方で、やっぱりそのなんていうか単に友達じゃなくてその肉体関係を含めての友達っていうのがこう求められてるっていうか、そこはやっぱり書くことができない部分なのか、一般的にはやっぱりそれって必要だろうと思うけど、一方でいやそれも二次元でいいっていう話が出てきてるっていうのは今の状況だと思うんですけど、そのやっぱりそこ必要なんじゃねっていう人たちが、まあ、多いのか少ないのかちょっとよく分かんないんですけど、ね、それがなんか最初の報告で面白かったなと思って。恋空の分析は僕もしていてすいませんね。いや僕はいやつまんない、便乗して一つだけ、恋空ってね、小説紙媒体になった時に読むよりもね、携帯で読んでる方が面白い感じがするんですよ。同じ文章なんですけど、っていうのはその短くて文章がで、その本になっちゃうとねスカスカだなみたいな感じになるんですけど、携帯で読んでる時にはね、あんまり長い文章ね、この文章が次で、クリックして次になってっていうのを読めないんですよね、とてもじゃないけど。だからそのすごくその携帯で読むようにできてるなっていうのがあって、でそういう何でしょう、原稿用紙からそのパソコンに上がった時にも文章が変わって、例えばミステリー小説、まあ、本当かどうか知らないですけど、ある人の分析によればそのミステリー小説はパソコンになった瞬間に長くなって、その原稿用紙の重みみたいなことから解放されちゃうと、もうなんかひたすら謎をこうねじ曲げられるっていうか、みたいなことを書いてあって、まあ、嘘かもわかんないですけど、なんかそういうその書くメディアとか読むメディアみたいなのが変わると、そのそこに適したなんて言うんでしょうね、文学っていうか、まあ、そういう風なものに変わってってるんじゃないかな、なんかっていう指摘があって、内田達郎さんっていう神戸女学院の方も、最近自分の書く文章が変わってきたみたいなことをブログやってから明らかに自分の文章が違うみたいなことを言ってたんですけど、なんかツイッターとかもすごくその字数制限があるっていうことで、日本人の日本語の使用みたいなことを制限していくっていうかな、いうような感じも受けるんですよね。で、何が言いたかったんだっけな、あともう一個ぐらい言いたいことがあったんだけど、ちょっと忘れちゃったので思い出したら言いますけども、その ICT っていうかウェブ上とか携帯のツールでもいいんですけども、それで文人化のプレッシャーなり、その監視の容易さ簡単にやれちゃう、露見しちゃう、 もはやその体裁を永遠の純愛の体裁を整え続けることのコストの膨大さみたいなプレッシャーが、そもそもそのソーシャルグラフだとか、メディアの行ったり来たりの仕方自体を規定していて、人間の方が楽だからそっちに流れている、関係がもうそれにフィットする方に流れていて、それを前提とすると、そこからまた次に行こうとすると、そもそもメディアに寄り添って成り立った関係から次に行こうとするのって結構しんどいですよね。常に最適化しちゃうので、ミクシーとかツイッターに普段の生活が最適化しちゃってるので、ツールを使って次に踏み出そうとかするエネルギーってなんか今まで以上になんか、それこそさっきのロミオとジュリエットじゃないですけども、今まで以上になんかそのストーリーを展開しづらい、その犯罪を成立させにくいのと同じで、次に行きにくいんじゃないかなっていう気がするんですけど、
それはあれですよ、木原さんおじさんだから。